いや、エイペックス、うん、今季長かったんだよね。二 2>,、うん、2ヶ月半ぐらいあって。うん、結局、ちょっとマスターいけず、うん、ダイヤ1位でフィニッシュ。ただ、やりきった感はありありだったな。うんまあ、やっぱりこの辺きついんだ。この辺はもう、出会う敵全て僕より強いから。<laughs> もう常に、あれか、エイペックス大会みたいな感じか。武器はもう持たなくていいよね、みたいな感じなの。そんなの爆弾と回復持って駆け巡るだけの。<laughs> 話になってくる。PU ビジネスって俺みたいになってんじゃん。そう。<laughs> 1000ポイント溜まったら、昇格戦みたいなやつ、うん。そう。で、そこでもう一回チャンピオン乗らなきゃダメなんだけど、<laughs> それが、<laughs> <laughs> それが一番難しいのね。だろうな。<laughs> チャンピオンなんだ。<laughs> まあ、その、ダイヤまで行ったんで、うん、ちょっと力試ししたくないまあ、ここまで。いや、そうでしょダイヤ者と一緒にやってきたエイペックスで言ってダイヤ一ってすごいからな。ね、えー 早速、今月来月とゲーム大会出てきますんで。うん、エイペックスのエイペックス、今月はエイペックス。うん。えっとー、もうすでに出てるね、告知。うん、ゴールドラッシュっていうエペ祭りの公式でやっている。はい,はい。来週、早速来週の木曜日。ゴールドラッシュってかっこいいな。ね。これ、賞金かかってんだよ。賞金賞金ありなんだよ。うん。それに、しかも、うん、えー、リーダー枠で。え勝初の。 マジで初のリーダー枠。すごくないリーダー。これもやるしかないぞと。あ,あ、じゃあメンバーはメンバーがね、もう。出てんのも。もうね、厳選に厳選を重ねて。うん、平均年齢40でいこうかな。わ、<laughs> 若くね <laughs> <laughs> じゃ平均40でいったろうかなと。うん、え周り、20歳。周りはもう20のピチピチの。うん これね、マックスマスターまで行ってないのよ。行くか行かないかみたいなメンバーなのよ。ま、ニコニコ老人会っていう名前でチーム作るか、<laughs> え平均年齢40でチーム名、チーム名ね。はいはい、チーム名ニコニコ老人会、うん、平均年齢40、はい、ダメージ1、うん、1> どれにしよっかなで迷ってんだよね。<laughs> どうする <laughs> ニコニコ老人会俺大好きなんだけど。<laughs> <laughs> でもニコニコ老人、いろんなとこで使われてるからな。<laughs> ああ、そっか。 <laughs> まあ、これ、IGL も誰やるかみたいなところで、うん、悩んでるレベルで、うん。<laughs> <laughs> いやー、コースケ何歳ですか多分ね、出してないはずなんだよね。うん。ただ、まあ、大体みんなが予想している通りの年齢だから、まあまあ、足して3で割ったら40かな、みたいな、うん。ダソクさんね、ちょっと上だっつったのね。うん。うあチーム40、40いいな。 サーティーティーリピーターっていう武器があるんだよ。それ4040、ええ。4040 40, 40,。よ、弱そう玉詰まりしまくるんじゃないそれ。4040 40, いいなぁ。35いいなぁ。4040 40, カレーシューいいな。<laughs> カレーシュー。誰も近寄らない。すぎる 間違いなく大会で一番弱いチームなのは、うん、もはや疑うべくもないでしょう。あ、もうここが。そう、あのね、うん、大会のパーティーの組む条件みたいなのがあって、条件はその、はい プレーターが一番上なんだけど、プレーター何ポイントマスター何ポイントそう。あ、ポイントするイヤ何ポイントとかがあって、3人で何ポイント以下にしろみたいな感じなのよ。僕ら3人でさ、何ポイント以下の遥か下の方で満たしてるからさ。え、何上限にいかないの余ってんのポイント。もう一人4名。6、7ポイント余ってて、もう一人入れんのよ。4人でできんのかわいそう。4040四十肩。あ、いいね。 上がらねえわってな。404040 <laughs> <か>。40 40 40 <laughs> <laughs> どうすんだよ。う <laughs> <な> <laughs> でもあれだな。遠慮ありそうだな。40歳、平均40歳とか。うんうん、<laughs> 周りのチーム多分ね、撃ってくるの5発までとか。<laughs> うん。<laughs> とかね。<laughs> キルログ見て、あ、これあのチームだ。ょ <laughs> ってやめとくか。ってかなる可能性ある。<laughs> 逃げてくれるかもしれない。404040型40 40でいく。 いいよね。一回もう40入ってるぞ。ストッ3人いるから。全員40ってことで。もうお二方がもういいんすねって言ってくれればもう確定じゃない。いいなぁ。そう行くか。ちょっと頑張るわ。頑張るわ。もう言ってほら、数々のミラクルを起こしてきた坂本だから。そうだね。今まで。2月22日木曜日。おなんで。222。そう。 あ、じゃあ44時4だけ頑張って。<laughs> ゾロ目同士の。500万の賞金がかかってるんで。優勝でいや、これね、多分順位でも入ると思う。あえ、ちょっと、いいじゃない ?500 万持ってくるわ、僕。うん。じゃ待っててくださいよ。何<な>食いに行くう,うん、何にするかな五500万ったらすごいよな何にする何でもいいぜ。 うわっステーキいきたいねステーキうんだってえつうがもう俺下がってるから今あそっかもう関係ない何でも食えるんだそうよじゃあさもう本気でシュラスコいこうよあいいないいなシュラスコにしよううんごっついシュラスコいこう食いたいわうんんかでも中岡におる前提なのもおかしいけどなんでよいやだって関係ないよ賞金だろいやまあそうだね 10万円でも取ってきたら結構快挙なんで。うーん,、うん。まあもう、ちょっとでも取れれば、もう俺はもう、おめでとうございます。そうだね。っていうか、ん、出れるだけでも、もう、拍手もんでしょ、こんなの。そうか。当日の、キル数順位が獲得賞金。あキル数と順位だから、順位の方は、キル数はちょっとまあ分かんないけど、順位の方は、うん、うん ま、頑張れば何とかなるんじゃない一桁とかいけるんじゃない一桁でもいけんじゃないの、うん、頑張頑張、戦わないように、こもってこもって。とかでもいいしな。うん、で、なんだかんだでさ、あの、プレデター相手に打ち勝ったりしてることもあったじゃん。かね、だか三人でどっかさ、こもり構成にして、うん、レジェンドも全部強い、守ってれば強い構成にして。うん、あ、毒が澄まくやつとかそうそうそう、<laughs> 毒が澄まくやつとかね。あとシールド当てといてる。シールド当て固めて固めてみたいにしてさ。<laughs> あの40出てこねえぞってなるわ。 それやるか。引きこもり40やって。いいね。作戦考えてさ。うん、3三人で,で。一番強いレジェンド構成で、な、うん何とかしたいね。もう毒ガス盾回復とかでいいんじゃない毒ガス盾回復いいね。引き <laughs> <laughs> こもってもずっと後ろで回復して <laughs>。 ちょっと早めに練習入ってさ、この後練習しようかみたいな話出てんだよね。お、三人で。今日時間があったら。お、やってやって1時、1一時から。ちょっともうすでに考えて。あと一1週間ないしな。みんな真面目、真面目じゃないや。やる気あるね、ちゃんと。スクリームもやるらしいんだよね。前2日がスクリームなのかな。だから、カー、スイ、スクリームで、う木本番みたいな感じ。はぁ。40、40、カレー集。うん。それ、40、40、40、40、40。うん。 どっちでもいいよね。うん、僕は平均年齢40歳ダメージ1が結構全てを表してると思うんだよね。<laughs> ダメージ1って何だろうのメンバーの一人に大会、うん、に出て、うん、ダメージ1のリザルトを出した人がいいんだよ。ダメージ1って超レアだから <laughs> <laughs> え。何当たったら1出るっていう感じかそう。ダウンタイのギリギリのやつに1ダメ当,当てて、か、ル出したとか<ー>そういうやつ。うん。か<な>。<laughs> <laughs> でもさ、それさ、その人に対してだけじゃないまあそうだね。<laughs> <laughs> 来月の大会についてはまた、<うん S 2> まだちょっと詳細出てないんで、<はい S 2> 後日ご報告ということで、<うん S 2> まずは来週の大会に、まずゴールドラッシュ。全力をかけてくる<な>。そうネタチームで終わらせるつもりはないんでね。うん